こんにちは。今日はですね、6月の手遊びをランキングにしてご紹介したいと思います。こちら私のインスタグラムなんですけども、こちらのインスタで6月の手遊びといえばという風にアンケートを取りました。なのでそちらの結果をまとめて6月の手遊びベスト5を紹介していきたいと思います。それではもかちゃんタイムスタート。3、はい。一人のぞうさん、くもの巣にかかって遊んでおりました。あんまり愉快になったので、もう一人おいでと呼びました。二人のぞうさん、くもの巣にかかって遊んでおりました。あんまり愉快になったので、もう一人おいでと呼びました。三人のゾウさん、クモの巣にかかって遊んでおりました。あんまり愉快になったので、もう一人おいでと呼びました。四人のゾウさん、クモの巣にかかって遊んでおりました。あんまり愉快になったので、もう一人おいでと呼びました。みんなのゾウさん、クモの巣にかかって遊んでおりました。あんまり重たくなったので、クモの巣ぶつんと切れました。ポテ。3、はい。ポツポツ雨が降ってきて、地面でポンポン飛び跳ねる。雨ポン、雨ポン、雨ポンポン。ボールのように飛び跳ねる。ポン！ピッチャピッチャ雨が降ってきて、地面でぴょんぴょん飛び跳ねる。雨ぴょん、雨ぴょん、雨ぴょんぴょん。カエルのように飛び跳ねる。ぴょん！3、はい。コチコチカッチン、おとけさん。コチコチカッチン、動いてる。子供の針と、大人の針と、こんにちは、さよなら。こちこちカッチン、さよなら。こちこちカッチン、おとけさん。こちこちカッチン、動いてる。子供がぴょこり、大人がぴょこり、こんにちは、さよなら。こちこちカッチン、さよなら。3、はい。雨だれぽったんぽったんたん、次々並んでぽったんたん。ぽったんころころどこへ行く。雨だれぽったんぽったんたん、次々並んでぽったんたん。お太鼓叩いてどこへ行く。3、はい。雷どんがやってきた。どんどこどん、どんどこどん。隠さないと取られるぞ。どんどこどんどんどん。隠すのは頭？セーフ！イエス！次は二つ。3、はい。雷どんがやってきた。どんどこどん、どんどこどん。隠さないと取られるぞ。どんどこどんどんどん。隠すのは頭とほっぺ。セーフ！イエス！
次は3つ3回雷どんがやってきた。だんだかだん、だんだかだん、たくさん泣いたたられるぞ。だんだかだんだんだん、隠すのはお耳とほっぺとお口、セーフ、イエス。次は4つ、3、はい。雷どんがやってきた。どんどこどん、どんどこどん、隠さないと取られるぞ。どんどこどんどんどん、隠すのはおでこと、お耳と、肘と、お腹、できた？セーフ、イエス。最後は5つ、3、はい。雷どんがやってきた。どんどこどん、どんどこどん、隠さないと取られるぞ。どんどこどんどんどん、隠すのは頭と、お耳と、お目目と、お鼻と、肘、隠せた？セーフ、イエス。お手手をグー、いくよ、3、はい。さくらんぼん、さくらんぼん、二つで一つ。さくらんぼん、さくらんぼん、二つで一つ。二つで何ができるかな。ほっぺに当てると、アンパンマン。次は、3、はい。さくらんぼん、さくらんぼん、二つで一つ。さくらんぼん、さくらんぼん、二つで一つ。二つで何ができるかな。頭に当てると、くまさん。次は何かな？3、はい。さくらんぼん、さくらんぼん、二つで一つ。さくらんぼん、さくらんぼん、二つで一つ。二つで何ができるかな。お目目に当てると、メガネ。はい、ということで6月の手遊びランキングでした。いかがだったでしょうか。やっぱり6月といえば梅雨っていうイメージがある中、時計の歌だったりさくらんぼのお歌も入ったりしていました。まあ、さくらんぼは5月6月7月も旬の果物なのかなとは思うんですけども、まあ、6月もね旬の果物なので、ぜひね一緒に歌ってみてください。はい、こんな感じでね、インスタグラムではアンケートを取ったりとか、いろんな質問コーナーをしたりしているので、よかったらフォローしてみてください。はい、ということで6月の手遊びいいねって思ってくださった方は、高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえたら嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。じゃあね。